man calling to the world to make Christ known to all. Heartened by the wish of the apostle, Christ in all and in everyone, moved by the word, the love of Christ impels us all. Saint Vito Maria, comfort thee, inspired by the fire of Saint Francis Xavier, coming from the four corners of the earth, proclaiming us love as one family. Bringing together nations, the center of our life, to proclaim the kingdom of God, where peace and harmony have their home. Saint Vito Maria, amor for thee, inspire Saint Francis Xavier, coming from the four corners of the earth, proclaiming us the best one family. Proclaiming us love as one family. Thank you.
ビサヤの予言。万軍の主はこの山で祝宴を開き、すべてのために良い肉と古い酒を供される。それは死後に富む良い肉と襟抜きの酒。主はこの山ですべての民の顔を包んでいた布と、すべての国を覆っていた布を滅ぼし、死を永久に滅ぼしてくださる。主なる神はすべての顔から涙を拭い、ご自分の民の恥を地上から拭い去ってくださる。これは主が語られたことである。その日には人は言う、見よ、この方こそ私たちの神。私たちは待ち望んでいた。この方が私たちを救ってくださる。この方こそ私たちが待ち望んでいた主。その救いを祝って喜び踊ろう。主の御手はこの山の上にとどまる。神の御言葉、神に感謝。使徒パウロのフィリピの教会への手紙。皆さん、私は貧しく暮らすすべも、豊かに暮らすすべもしています。満腹していても、空腹であっても、物があり余っていても、不足していても、いついかなる場合にも対処する秘訣を授かっています。私を強めてくださる方のおかげで、私にはすべてが可能です。それにしても、あなた方はよく私と苦しみを共にしてくれました。私の神は、ご自分の栄光の富に応じて、キリストイエスによって
あなた方に必要なものをすべて満たしてくださいます。私たちの父である神に栄光がいよいよ限りなくありますように。アーメン。神の御言葉、神に感謝。キリストの父が私たちの心の目を開き、私たちがどんな希望に召されているかを示してくださる。アレルヤ、アレルヤ。その時イエスは祭司長や民の長老たちに例えを用いて語られた。天の国はある王が王子のために公園を催したのに似ている。王は家来たちを送り、公園に招いておいた人々を呼ばせたが、来ようとしなかった。そこでまた次の夜に行って別の家来たちを使いに出した。招いておいた人々にこう言いなさい。食事の用意が整いました。牛や肥えた家畜をほふってすっかり用意ができています。さあ、公園においでください。しかし人々はそれを無視し、一人は畑に、一人は商売に出かけ、また他の人々は王の家来たちを捕まえて乱暴し、殺してしまった。そこで王は怒り、軍隊を送って、この人殺しどもを滅ぼし、その町を焼き払った。そして家来たちに言った。公園の用意はできているが、招いておいた人々はふさわしくなかった。だから町の大通りに出て、見かけた者は誰でも公園に連れてきなさい。そこで家来たちは通りに出て行き、見かけた人は善人も悪人も皆集めてきたので、公園は客でいっぱいになった。王が客を見ようと入ってくると、婚礼の礼服を着ていない者が一人いた。王は、友よ、どうして礼服をいないでここに入ってきたのかと言った。この者が黙っていると、王は側近の者たちに言った。この男の手足を縛って外の暗闇に放り出せ。そこで泣きわめいて歯ぎしりするだろう。招かれる人は多いが、選ばれる人は少ない。主の御言葉、キリストに賛美。